ホラー映画チャイルドプレイ。この映画は殺人鬼の魂を宿した人形チャッキーが次々に人殺しをしていくというもの。こんな恐怖の人形が実はこの世に実在しているとしたら、1900年初頭のアメリカ、ロバート・ユージーン・オットーという少年に一体の人形がプレゼントされた。水兵の格好をしたその人形はどこでも見かけるような至って普通の人形のようだった。しかしオットー少年は一目でその人形を気に入り、自分と同じロバートという名前を与え可愛がった。どこへ行くにしてもロバート人形と離れないオットー少年。その様子に家族も次第に奇妙な思いを抱き始めていた頃、勝手に扉が閉まったり、人の気配がないのに足音が聞こえたりという不可解な現象が現れ始める。まるで子供のいたずらのような現象だったため、オットー少年は家族に問いただされたんだ。するとオットー少年はこう答えたんだ。全部ロバートがやったんだよ。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。私がヴァンパイアの剣だぞ、You know? いや、闇人形のヤミリですわ。好きな映画はタイタニック。氷山にぶつかるシーンは笑いなしでは見ていられませんの。ヤミリ君は心がねじれすぎてて、私は全く笑えないぞ。さて、今宵お話しするのは、約100年前からアメリカで言い伝えられている呪いの人形ロバートについて。呪いというのは非科学的な言葉だが、この人形が関わっているとされる数々の出来事を聞けば、間違いなく呪いがあると信じたくなるんだぞ、You know? 少年と人形。遡ること約100年前の1900年初頭、アメリカに住む6歳の少年ロバート・ユージーン・オットーはドイツを訪れていた祖父から一体の人形をプレゼントされた。テディベアで知られるドイツの高級おもちゃメーカーシュタイフによって製造されたその人形は、水兵の装いが施され、オットー少年は一目でその人形を気に入ったんだ。家の中はもちろん、どこへ出かけるにも人形を連れていくオットー少年の気に入りように家族も微笑んでいた。なんだかこんな幸せそうな人形を見るとトラウマが刺激されますわ。君は人間たちに虐げられた闇人形だからね。はしょりすぎですわ。虐げられて挙句捨てられて片腕取られてしまったのがトラウマで。闇に君、その辺にしておくんだぞ。ある日、オットー少年はお気に入りの人形に名前を付けることにした。ロバートと名付けられたその人形、オットー少年は自分と同じ名前を人形に与えたんだ。この時オットー少年は母親にこんなことを話していた。今から僕のことはジーンと呼んで。だってロバートがそう言うから。母親は奇妙なことを言っていると感じたが、子供の言うことだからと特に気に留めることはなかった。不可解な現象。人形に名前が与えられてからすぐ、オットー少年がロバート人形と会話している光景をよく見られるようになった。まるでロバート人形が生きた人間かのように話すオットー少年を見た家族は少しずつ不安を感じるようになっていく。しばらくすると、オットー少年の家では不可解な現象が起こり始めるんだ。夜になると異様な音が聞こえたり、いつの間にか花瓶が割れていたり、ドアが勝手に閉まったりするなど、科学的には説明のつかない現象ばかり。両親はオットー少年のいたずらだと思い、オットー少年を問いただした。すると、オットー少年はこう答えたんだ。僕じゃない、ロバートがやったんだ。両親はありえない言い訳をするオットー少年の言葉を信じることはなく、叱りつけ反省を促した。映画のチャイルドプレイでも大人たちは最初子供の言うことを信じなかったんでしたわよね。そう、そして大人たちはいつの間にか大変な事態に巻き込まれていくんだぞ。オットー少年は叱られて以来部屋に引きこもりがちになってしまう。そしてますますロバート人形との会話が増えていき、暗い雰囲気を漂わせ始めた。近所の子供たちがオットー少年の家の前を通ると、時折2階の窓にロバート人形が顔を覗かせていることがあり、近所の子供たちも気味悪がってオットー少年を避けるようになっていった。オットー少年が引きこもりがちになったのと時を同じくして、不可解な現象はさらにエスカレートしていった。家具が一人でに倒れたり、おもちゃがズタズタに引き裂かれていたりという異常な事態に発展。再び問いただそうとした両親はベッドで何かに怯えているオットー少年の姿を目撃する。事情を尋ねるとオットー少年はこう答えた。僕じゃない、全部ロバートがやったんだよ。でもやってることがなんだかトイスっぽいですわ。ヤミル君、あまり D 社の作品の名前を出すんじゃない。ある意味一番怖い会社なんだから。でもここから大人たちは本当の恐怖を味わうことになるんだぞ。死の呪い。
その後も不可解な現象が止むことはなく、家族たちはロバート人形に原因があると信じ始めた。この現象にピリオドを打つための方法として家族がたどり着いた結論は、オットー少年のおばが提案した少年とロバート人形を引き離すという強硬手段。すぐに計画は実行に移された。おばは早速オットー少年からロバート人形を取り上げ、鍵付きの箱に入れ、誰も寄りつかない屋根裏部屋に隠したんだ。これで危機は去ったと皆が肩を撫で下ろし笑顔がこぼれた。そう、人形と引き離されたオットー少年以外は。そして翌日、おばがベッドの上で亡くなっているのが発見される。これは気持ちわかりますわ。私もミリと無理やり引き剥がされたら、代わりにそいつの面の皮引きちぎって。ヤミリ君、その辺でやめておくんだぞ。一体なぜおばさんは亡くなってしまったのか、まあ大体察しはつくでしょうが、さすがにもう信じざるを得なかった家族。おばが死んだのはロバート人形の仕業だと確信したオットー少年とロバート人形を無理やり引き離したことで怒ったロバート人形が呪い殺したのだと。その後すぐさまロバート人形はオットー少年のもとに返され、これ以降もう二度と少年と人形の二人を引き離すような真似をすることはなかった。その後も二人は離れることなく、大人になってからも一心同体みたいな関係だったらしいぞ。捨てられた私にとっては羨ましい話ですわ。成長してもオットー少年のロバート人形への偏愛ぶりは異常なもので、外出するとき、食事するときは必ず人形を同席させていた。そして後に訪れる結婚生活にも著しい支障をきたしていたという。結局オットー少年は老人になってもロバート人形と寄り添い続けた。1974年にオットーが亡くなると、オットー一家の屋敷はマートル・ロイターという女性に買われることになった。残されていたロバート人形付きで。どうして処分されなかったんですの？誰も理由はわからないんだが、屋根裏部屋にあったそうなんだぞ。ロバート人形のことを何も知らずに住み始めたマートルは、すぐに奇妙な現象を体験することになった。最初は誰かの足音や遠い声、次第に子供の笑い声になり、けたたましい足音へとエスカレート。オットー少年の名を出すと、ロバート人形の顔つきが恐ろしく変化したという話が残されていたり、屋敷の中でロバート人形が走り回っている姿が目撃されているんだ。衝撃の光景を目の当たりにしたマートルは、後にロバート人形がいわくつきの人形だということを知ってしまう。その後ロバート人形は処分も検討されたが、多少の歴史的価値もあったため、地元の歴史品を集めるフロリダ州のイースト・マーテロー博物館に寄贈されることになったんだ。呪いは生きている。ロバート人形は現在も博物館に展示されている。その周りには貼り付けられた紙で埋め尽くされている。展示室の前にはこんな警告が記されていた。部屋に入る前には絶対に挨拶をし、写真を撮る前には絶対にロバートに許可を得ること。この警告を破った者には不幸が訪れるという。そして人形を囲む無数の紙の正体、これが実は警告を破りロバート人形の呪いで痛い目に遭った人々からの謝罪の文。多くの人が怖いもの見たさで失礼を働き、呪いを体験することになったという。だが皮肉なことに、呪いのロバート人形見たさに訪れる人は後を絶たず、大事な観光資源になっていて、今でも地元を潤わせ続けているんだ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。死んでよ、死んでよ。おい落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。